あ、釣りありがとう。つか深夜っちょ来ないでね、邪魔だから。何時頃？お前1時間にしようか。あんまりね、長時間やってもね、あれだから。よし、行くで。パーカー無料だよ、今日。ただであげる。角の目、わら。本物かな？どうだ、これ。本物？角の目サブって。どうなの？あー、ゆっちゃんありがとう。ゆっちゃんもあげる、これ、プレゼント。はい。10個いいの？ありがとうね。いってらっしゃい。一緒に行くんだよ。あ、ぽちゃんありがとう。ゆっちゃんありがとう。センキュー。荷物だけあれする。忘れ物ないからね。パーカー無料やで、新宿来たら。ありがとう、10個。パーカー無料やで。でも突言だよ、突言。送ってないからね。深夜か。本当だったら LINE して、今。嘘だったらブロックしとるわ。鬱陶しいから。これベルトないの困るな。ベルトがないってやばない、これ。マジで困るわ。ベルト。俺ね、ベルトないんだよね、家に。これならあるけど、これしかない。これで止める？ふわっち、これでいいんじゃない？このさらしみたいなのでグッと巻けば。しかもふわっち一色で使いどころないからな。いいこれでいいんだ。ふわっちサンタ様になってるわ。何やっても似合う時間はな。荷物運ぶ。じゃ外で待ってて。なんか照れくさい、あんまこういうことしないから。みんな喜ぶかなと思ったんだよね。優しくね、珍しくね、本当。こういうのね。車の鍵がないわ。あ、ぽちゃん安い。これでいいのか。いや、暗いな。暗いけどここで待ってて。これでも暗いか。まあ、暗いな。荷物が多いから。
大丈夫だと思う。やばいな、アイコもずっと無視してるからさ、連絡突撃しないかな、あのおばさん。その可能性ない。ある、なんかしつこいんだよね。無視したらツイッターにまでなんかリプ飛ばしてきて、しつこくて、よし行こうか、間に合うかな。もうね、ドタキャンドタキャン言われるから、もうちょっと早くやればよかった。あの今際の国のアリス全部見ちゃった、シーズン2ハマっちゃった、マジで面白い。あれしくない、配信やってたら、あ、ナイスをしてください、よかったら。ゼロワンの彼女特定されたアイブロック、うん、寂しいねって書いてる人が寂しかったりしてね、ふわっち開いてるからそんなことないガリガリ言っちゃう。ターさん寂しい、うん、大丈夫だよ、俺がいるよ、みんな一人じゃないよ、大丈夫だよ、俺がいるよ。俺右曲がりたいんだけど、どうしよう、俺が下がってるわ、おっせえから。あ、来い、あ、こっち来い、おっせえから、俺が下がってるわ。やばい、ぶつかりそう。お前がそこ入るんかい。気をつけてね。嘘でしょ、ファンタスティック、サンタさん、メリークリスマス、気をつけなよ、うん。ガキにサンタさん言われた。レイちゃんセンキュー。お前えぐいでしょ、もう7位だ、総合もう1位なんじゃない、イベント。ほらリスナーさん40分で1位になっちゃったよ。こりゃね、やる気なくなるで、同じグループのやつは。一瞬で1位だからな。で、総合もちょっと1位狙うで、一人ちょっと手伝い呼ぼうかな、荷物が多いから。誰に手伝ってもらう、多分現地にいると思うんだよね、誰かしら、ゼロリスさんが。ちょっとフミヤン手伝ってもらうか、あの地下入れるから、荷物をちょっと先に下ろしてもらおうかな。一人だから大変なんだよね。あ、結構新宿集まってる、いろんな配信者。
クリスマスだから。みんなどこでとつまちしてる？そんなしとこないから。でも1ヶ月前から告知してるからね、さすがに会いたいって人いるんじゃないの。まあいなかったら9時で配信終わるね今日は。うん、申し訳ないけどさすがにわかるよね気持ち。うん、配信者カウントでもふわっちって配信してる人多くて趣味程度にやってる人って多くない？完全リスナー専門ってなるときついんじゃない？うん、でもあまりにも全く関係ないような配信者はちょっとプレゼントあげたくないかな。やっぱ応援してくれてる人がいいよね。うん、ただ今新宿にいるからみたいにちょっかいかけに来られても、どっちかっつったら今日はまあリスナーさんとやる企画なんでね、リスナーのためにやっぱあれしたいよね。でワンチャン残ったら送ればいいしな、変な話。あの遠方で来れないっていう人に送ってあげてもよかったよね。それ希望します。でもやっぱ俺のね面目もあるからね。面目もさすがに告知してね20人来なかったらもうこれね本当にやってる意味ない。でもあ300のやつありがとう。リスナー映りたくないから決まる、映さないのにね。まあいいよそんなもんなんでしょ。まあモチベーションは一気に下がるで。うん、太郎が手伝い、いや太郎は関係ない。うん、だからもういいんだよ、パニック持ちだからいけないとか、もうそういう言い訳は聞きたくない。うん、もうね来ないならもう何も言わないでほしい。うん、本当は行きたいけどちょっとどうしても予定があってとか、もうそういうのいらないかな。まあ、来てくれたら愛は伝わるよね間違いなく。うん、間違いなく。かなり来てるみたい。そうなの？しないけど、なんか引退おめ引退おめって、だから俺は20人来なかったら配信やら、もうモチベーション下がるって言ったらもう引退することになっちゃってんだよ。うん、まあでも20人って来ないよね。まあ10人ぐらいじゃない？うん、10人ぐらいだと思いますよ多分ね。すごい人、それ俺関係ないでしょ。うん、これは関係ないんじゃない？嘘でしょ、チコちゃん。ファンタスティック。Thank you。もうチコちゃん、LINE しておいで、送ってあげるわ、もうパーカー。うん、チコちゃん。パーカーあげるわ。LINE か DM しておいで。LINE 知らねえか。DM しておいで。そんなもらったら。もう特別扱いね。大丈夫なの？あ、そうなの？で本当に個人情報をね漏れたことないけど、知られたくなかったら曲止めとかでもいいですよ。うん、曲止めとかでも。はい、クリスマスイブいらっしゃい。あ、スノークリスタル投げてね、無料なんでそれぐらい投げてよ。はい、
リスナーさん、いや思ったよりなんか寂しくないぞ。去年は山手線一人で歩いててすごいなんか切ない感じだったけど、今日はなんかね全然テンションが別に普通だな。なんかうわクリスマスかって感じじゃない、うん、ちゃんとみんな来てくれたからかな、枠つけたら、うん、はいメリクリ、はいありがとうね、楽しい話ありがとう、こちらこそ慣れたのかもしれないね、うん、4ヶ月ぐらいいないからね彼女が。はいなこっちちーやんいらっしゃい、うん、はい団長いらっしゃい。貢献してる人は最初からあの連絡してるけど、変な話今月の1位2位って連絡しようがないんだよ。なんでかって言ったらツイッター連携でもない、連絡先も知らないもん、困ってるよね。しかもあんまり来ない。パーカーとか送ってあげたいんだけど、そういう人なんだよ、うん、1位とか2位は。あれいや LINE 知ってたかも。みーちゃんセンキュー、前になんか来たような気もあるな、うん、みーちゃんありがとうね。兄貴はいいらっしゃい、しゅんや。あれ案外空いてるね。クリスマスって出歩かないのかな、道が空いてるぞ。なんでだ、みんなデート行かないのか、家でパコパコかい、パコ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 。つか今際のアリスのシーズン2も見ちゃったんだけど、思わず。やっぱ純愛だねあれも、あドキドキするよねああいう。はいこんばんはゼロワン、ああありがとうもっちゃん、面白いよマジで見てほしい、面白いよ。俺厳しいからね結構映画とかって、でもあれマジで面白い、でオチも納得っていうか良かったよ、うん、オチもちゃんとしてたね、うん、見てみようかな、面白いで、うん、人気あるしなめちゃくちゃ。ゆうかいらっしゃい。で最近もう 1,2 ヶ月ずっと見てなかったけど今日見ちゃった。あマリオセンキュー、あのさマリオさいつも言ってるけど俺に金使う癖直せよマリオはね、えマリオさんもう俺がマリオにお小遣いあげる側だから、どっちかっつったらね、マリオにそんなしてもらうあれじゃないんだよもう、うん、身分じゃないんだよ、うん、で今マリオやってもらってる仕事のもうマリオ責任者だから、そっちでもう来年は成功しないとな、うん、でもねマリオがいろいろ聞いてるけどかなり大変そう、うん、でマリオ何でも言っておいでも、うん、ちょっと無理だったら無理とかね言わなきゃいけないで、弱みも、うん、頑張ります頑張りますじゃね、分かったマリオさん、俺味方だからね、まあでも1年ぐらい頑張らないと結果出る出ないあれだけどね、うん、でもなかなか結構厳しそう、
出会えてよかったね。それはね、まあ、人脈が全てだもんね。ゼロワン嫌いだし嫌いか。何の責任者？え？会社の責任者だよ。だってマリオにやってもらってるからね。俺はちょっと配信やらないとね。なんでお前人気出たの？まあ運もいいんじゃない？いや、例えばそのアイテム投げる人もそれはいなくなったりもするけど、なんか毎月ね、なんか投げてくれるで、うまいこと、まあ、タイミングとかやっぱ運とか、まああとはまあ俺のカリスマ性、まあ俺が魅力的っていうのもまあもちろんあるけど、魅力があっても人気ないやつっていないるから、魅力だけではないよね。イブちゃん3個ありがとう。運もあるし、おもろい、まああれじゃない、まあ1から5あったら、まあ、常に3か4は提供できるんじゃない、だって最近雑談が多いけど、雑談も別に 5かっつったら5ではないじゃん。まあそういう感じですよ、はい。アペタ配信はね、でもあれもね、成功してたら5だけどね、まああれも4ぐらいかな。いや最近本当の神回っていうのあんましてないからね、もうだいぶねやっぱ落ち着いちゃってるんだよね、新八丁に離れてって伝えました。もう一緒に離れてってよ、ゆっこ。たまには貢献してよね、ゆっこ。伝えるんじゃなくて一緒にどっか行ってよ。そしたら俺ゆっこちゃんに感謝するわ。たまにはなんか仕事してや、俺のためになるようなことしてや。自分のためになるようなことじゃなくて、俺のためになるようなことしてくれたら、あーゆっこなんか俺のこと思ってるんだなって思うじゃんね。自分のことばっか優先する人ってさ、相手に対しての思いが弱いよね。どうだろう。例えばまあ相手のことを思ったら、自分がどんだけ疲れてようが何してようがね、会いに行ったりとかもできるんだろうしね。違う？ありがとうございます。だって俺だってね、ぶっちゃけね、いろんなお誘いありましたよ。でも全部断ったね。それ自分のためじゃないんだよ、リスナーさんのためなんだよ。これ伝わる？みんな。だから俺今配信やってるんで、イブに、でこういうのあんま好きじゃないんだよ。好きじゃない。あ、まーちゃんセンキュー。まーちゃん来てくれた、ありがとうございます。まーちゃん、まーちゃんほんとプレゼント送らなくていい？今月2位なんだよ、まーちゃん。どこ行くの？新宿行きますよ。まあ白壁の方。プレゼント用意してるんです。あ、それはちょっと思い伝わるかも、ゆっこちゃん。新八丁来たら俺配信できなくなっちゃうからね。できたらふわっちでやりたいよな。あ、気持ちはいただいた。ファンタスティックありがとうございます。センキュー。総合ミッキーに5位まで来たわ。でこのまーちゃんもう今月やばいんだよ。もうまーちゃん、すーちゃん2大エースみたいになってる。
引退引退って荒らしてるやつがなんて言うか、あのコメント見たら、なんでそんな偉そうなのって喋ったと思ったら、なんで偉そうなのとか喋るんだけど、そんな偉そう俺でもね、配信してる時にやっぱ大事にしてるのは、何でも物事はっきり言うようにはしてるよ。それはね、いいこともあるで、悪い時もあるけど、ちょっと冷たく感じる時もあるけど、あ、ゼロワンはっきり言ってくれるなって、いい面もあるから、そこもまたいいとこだよね。偉そう、じゃあごめんね、ちょっと気をつけます、なんで荒らさないでね、もうちょっとね謙虚に頑張ります。あー、チコちゃんセンキュー、ファンタスティック。いやー、クリスマスイブも寂しくない、アイテムいっぱい飛ぶし、ありがとうございます。チコ様ね、いや、うち今ね層が厚いで、うん、いろんな人いるから。ただね、ちょっと男のエースさんがいないからね、まあ、さっきでもクリスマスのファンタ投げてくれた人は、まあ、男のエースさんかな、5000円のやつファンタくれた人、あとやっぱ女性が多いですね、とにかく。まあしょうがないよね、色男だもんね俺って、しょうがないよね、女が多いのって、しょうがないよな。でパンの耳さんもね、定着したね、男だけど、何しても様になる、サンタももう様になってるでしょ、様になるんだよね俺って、何しても、困った男だわ。だけ本当困った男、神は俺に与えすぎてないか、ちょっと本当不平等だよね。